金は最後の日本産の時、メスであることから当初はトキコと呼ばれていたが、後に地元の愛鳥家で農家の宇治金太郎の一部を取って金と名付けられた。金は新潟県佐渡郡の間野町で宇治金太郎により餌付けされていた。トキは非常に警戒心が強く、ストレスに弱い生物であるが、金は宇治金太郎だけにはついていた。 1968年3月、環境行政の方針により、同県の新井坊村にある前年に完成した、佐渡時保護センターの職員が、宇治金太郎を刺激して、金をおびき出し捕獲、センターにて飼育が開始された。その後、1981年に当時佐渡島に生存していたすべての時が捕獲され、金とのペアリングも試みられたが、 すでに老齢の菌が卵を産むことはなかった。1995年4月に緑が死亡すると、ただ人は残された、日本産最後の時となった。2003年10月10日の朝、刑事内で死亡しているのが見つかった。死因は、突然飛翔して、刑事の扉に衝突したことによる、頭部座礁とみられる。推定36歳。 ーをはじめ同施設で飼育された日本天然の時は寿命尽きるまで生存したケースはない。その臓器はすべて冷凍保存されている。1990年には公共広告機構によってたった2話からの提言という題で命への思いやりの s さを警告した CM が放送された。ナレーションは山大鈴。ありがとうございます。